こんにちは、雑です。今日は神戸の六甲に来てまして、これから大分に向けて、船で旅行します。で、今日はこれサンフラワーです。サムネの通り大部屋を取ってあります。楽しみです。一家5人で、貸し切りという形になりますんで、それでは行きましょうか。まだしてないです。お願いいたします。駐車場はですね、往復分になりますので3万5千円でございます。お待たせいたしました。ちょっと今日貸し切りになっておりますので、はい、こちらが本日の乗船券でございます、はい、ありがとうございます。そしたら車のキーだけ、はい、こんな感じだね。すぐじゃなかった。はい、ありがとうございます。どうも。この階やと思うやけど。いいよいいよ。おう、はい、到着しました。はい、いいよ。おお、すごい広いやん。本あるやん、本。あ、これいいやん。なんか保育園みたいな。保育園入るの？奥まである。いや、広い。その代わりアメニティがないんだよね。エモンかけが2、4、6、7、2、4、6、8、9、7、16個。エモンかけ16個とお布団16個使い放題です。あ、でも窓ないんやな、ここ残念ね。じゃあ外行こうか。1つ1000円、サンフラワーカレーとかもあるよね。いいな、うん、あ、まとめとかです。うん、ダメだよね、ここ。確かにだったら窓ないからここで見させてもらった方が。こんな感じなんや。お待たせいたしました。番号札をお伺いいたします。すみません、こちらから失礼いたします。お待ちしております。よし。ありがとうございます。なんかいろいろあるよ。何をかけるの？タルタルソースと。
サウザンドレッシング、ごま、ごまいこ。ママ何？ごまどれがいい？どっかで食べたよね、これ。そうやったっけ？え、どこで作ってんの、これ。どこで作ってるか書いてない。そうなんや。やっぱ海苔有名。明太、ブラックモンブランかな。アイスはない。山屋の明太子はある。見て。あ、そうな。え、そんなのあんの？ああ、家で。見て。ちょっとインパクト薄い。サンフラワー。値段は陸の上と同じやつ。カップ麺ある。250円、ちょっと高めで。アイスがある。アイスってどこでもあるよね、なんか知らんけどね。あれ、そういえばゲームコーナーってないんですか？あるの？え、嘘。あ、ほんとや、必ずあるやつや。そんな暇せんやろみたいな。ねえ。やる？これってでもチョークで書いてある。すごいね。本に書くとやっぱチョークじゃない、チョークの書きやすいから。
はい、なんでそんな弱い。はい、上行くよ。はい、はい。ちょっと揺れてる。お風呂。お風呂やな。あ、お風呂。あれ。重たいもんな、でも。はい、それではですね、22時41分になりました。そろそろ寝ようと思います。明日朝7時、雪原しますんで6時ちょっと前には起きようと思います。それではおやすみなさい。
ございます。今6時30分ですねになりました。朝ごはんに向かおうと思います。それでちょっと寝方なんですけど、放送がかかったな、ちょっと聞きましょうか。レストランが始まると、営業してるから来いと。7時までで営業終わっちゃうから30分ぐらいしかないですね。ということで今帰ります。でベッドというか布団がですね、ちょっとちっちゃくて60センチ幅なんですね。だから2つつなげて寝ました。でこれで120センチになるんで、布団を2つつなげて、1人用これぐらいのサイズになります。で貸し切りなんでこういうことが可能と、非常によく寝れました。ということで朝ごはんに向かいます。メガネ。うわー、もう朝。すごい。沿岸が見える。ああ、国東半島か。ね、国東半島。うん、もう大分県や。豊後水道を越えたらこんな入れるんだ。ごちそうさまでした。
に入るよ。ちょっと用意せないかんからな。すごい。そうそう、あ、はい、到着したみたいなんで、外に出ようと思います。一晩ありがとうございました。とても良かったです。説明しちゃったんじゃない。うん、外出て太陽にはって言われてる。はい、雪原が完了しました。それでは、対戦します。荷物だけ置きたいだけなんですけど、はい。なんかのモデルさんみたい。はい、かまど地獄に来ました。すごいです。90度かんぴょんめっちゃこれ美味しいよ。進化めっちゃ可愛いやん。なんか連絡バス、ちょっと荷物と人だけ下ろしたいです。やっぱりいいですか。はい、誘導員ここ、はい、それでは乗船許可を下りましたんで袋行きます。階段持てないやろ。持つわ。あ、エレベーターあるやん。エレベーター待とうか。ウェイ。あ、なんか入り慣れた感じやね。え、これ入れへん。入る入る。トイレ行ってた。トイレ行ってなかったんか。はい、到着しました。ふくろです。今日これから大分から関西の神戸の方に向けて出航します。で今ですね、6時30分過ぎたところですね。あと小1時間ぐらい待って、出航しますんで、その間ちょっとゆっくりしたいと思います。で、昨日ですね、部屋の方をちょっとあんまり紹介できなかったんで今日ゆっくりしたいと思います。で鍵がですね、ここついてないんですよ。これがまたなんでちょっと開けっぱなしになっちゃうんですけど、まああと空調がですね、ちょっと調整ができなくて夜中若干暑かったりしました。で電気はこちらの方で調整できます。で10時になったら、消灯時間になりますんで消しに行きます。でもし何かあった時のためにこちら消火器ありますんで使ってください。でこちらの方に本とか、ありますんで
夜寝つけないときはあのピーターラビットなんか呼んでいただけるとよろしいかと思います。あとですね、あの大分の出航時間レストラン等々書いてありますんで、あのこちらを使ってください。で、注意事項なんですけど、あの火災事故の方ですね、あったら大変ですんで、あのこちらの消火器使うことになってしまいますんで、あのそれをしないためにあの絶対にタバコを吸わないようにということでお願いされてます。あとですね、テレビの方がこちらついてまして、32インチぐらいでしょうか、超大型テレビがついてまして、あの見ることができます。航路とかですね、テレビとか地デジが見ることができますんで、よかったら使ってください。あとですね、棚がですねこれついてまして結構便利です。落ちないです。これがですね、人数分ありまして、全部で16個ですかついてますんで、好きなだけ使えますという状況ですね。で、ベッドじゃないや、お布団も16枚ありますんで、ダブルベッドとして使ったりしてます。で、こちら空気清浄機の方ですねついてまして、今の時期、結構使われておりますんで、結構いいお部屋だと思います。で、救命胴衣もですね、人数分、16個ありますんで、好きなだけ使えると思います。浮きたい放題ですんで、使ったってください。ではもうそろそろちょっと出航までゆっくりして、出航の時また外出てみたいと思いますんで、それではまた、なんか映りましたね今それではゆっくりしたいと思います。それでは空気清浄機がついてますよ、超大型、何個ぐらいついてるんでしょうかね、すごいですね。高性能 HEPA フィルター搭載空気清浄機、今テザーケーブルの方が緩み始めましたね。もう出航時間になります。あれが緩んだら離岸するはずです。このサンフラワーの大分航路って、あの下の階にこう横から見れる場所があっていいですね。渋谷行きの薩摩霧島はこういう場所がないので、あの後方がメインになるのかな。横から見れるのは一番上の階からになります。これはあの地面が結構水平ラインが近くていいですね。全部切り離されましたんで、ケーブルを巻き戻したら離岸していきます。今回でも頭から入ってるから更新になるんですね。それからぐるっと湾内で展開して前に進んでいくはずです。それでは、出航しましたんで夕ご飯の方、食べていきたいと思います。今日はですね、あのサンフラワーでは買わないで、スーパーで、寄ってきましたんで、スーパーでお弁当を買って、カップ麺と食べたいと思います。それでは向かいます。
あ、ここここ。多分ね、そのまま上で。すぐお湯で出るもん。やっぱお腹壊してるの大丈夫かな。誰？これこれ。大丈夫か？大丈夫か？生姜焼き半熟。美味しいかもこれ。ゆでもんの皮ね。あー、あの。ゆずこれこれ、これはカボス胡椒とか。あー、安いな。しかも安い。安い。あのさ、高くない。買ったら。いつもこれくらいのやつで500円。ゆず胡椒も安いよ、今。うん、買ってたら、カボスゆず買ってたら、どくわ。よし。さあ、ダラダラ。あれ、タカ？タカそこにおるやん。あ、カルトンが開かない。なんで開かないって。はい、10時過ぎまして、もうそろそろ寝ようと思います。夜も真っ暗になって消灯の時間も過ぎましたということで、疲れたんで、もうみんな寝てます。おやすみなさい。ちなみにですね、こんな感じで、お布団全部で4枚で2人で寝てます。かなり広いダブルベッド仕様ですね。セミダブルぐらいの大きさになるのかな。ということで寝ます。おやすみなさい。
はい、おはようございます。今ですね、6時10分になりました。それで朝ごはん始まってるそうなんで、ちょっと買って、食べようと思います。それでは向かいます。
今回ですね、パンが美味しいんですよ、これすごく美味しかったんで、洋食を頼みました。はい、ごちそうさまでした。そろそろ到着しそうですね。あと30分ぐらいでしょうか。もう対戦の準備をしていきます。あ、神戸、神戸は車を置いてあるよ。え、佐賀はい、到着しました。それでは下船の準備をします。坂着いたよ。行こうか。はい、下船の許可がおりましたね。そろそろ降りようと思います。部屋の貸し切り、非常に面白かったです。で、まあいろいろあったんですけども、で、一晩ですね、いまして、で、ゆっくり寝ることができました。で、こちら の、 布団もですね、ダブルで使用しまして、で、これから、降りようと思います。それでは、ありがとうございました。はい、一晩ありがとうございました。はい、本日はご視聴の方ありがとうございました。もしですね、ちょっとでもよろしかったら、チャンネル登録の方、高評価お願いいたします。励みになります。それでは帰ります。